これで多分僕1位だと思うんだけどな。だよね。対戦ありがとうございました。はい、どうもこんばんは、ライバルリュース。これラストバトルですね。まあさっきまではバトルロイヤルの2対2のバトルだったんですけど、2対2じゃない、4対4じゃない、1対1対1対1のバトルだったんですけど、今回は2対2とね、僕もこう先生と今回組むことになったんで、足かせの足を引っ張る男と言われないようにだけ気をつけてちょっと頑張っていこうかなと思います。バクーダーか、バクーダーとボーマンダーどっちがメガ進化するんだ。わからん。トリル、バクーダーがなんかメガ進化だったらなんか意外にトリックルームが活躍しそうだなと思ったのと、あと相手のパーティーなんかシンプルにこれバクーダー刺さってない。ギャラぐらいでしょ、バクーダーまともにぶっ倒せるの。だから初手、いや初手ライボあるな。これスタントスタンダムあれだよね、これ追い風、追い風のギミックもあるみたいな感じだよな。まあいいや、ヤドランから入りますか。ヤドラン、こうで。ヤドラン、クチートボーグルでいきます。対戦よろしくお願いします。いやー、これ、バクーダがメガ進化だったらかなり、マジで楽に勝てそうなんだけど。どうっすか、バクーダメガ進化じゃないっすか。対戦よろしくお願いします。まあ、あれだっけ、バトルロイヤルでも1位取ったんで、まあ、この対戦でも綺麗にね勝って、まあ、今回の対戦会は気持ちいい気持ちの状態で終わりを迎えたいなと思うので、応援よろしくお願いいたします。まあ、サンダーとプラズマイナ、あ、電気電気か、テンペスタも、これやばくない。これ電気タイプガンフリーモンスターなんだけど、電気技しかも受けれないんだよな。一応、守るがあるんですけど、このテンペスターっていうポケモンに守るがあるんですけど、その隙にボーマンダで打開策を見つけれるかどうかみたいなのがある。あ、こいつ、ボーマンダがメーカーか。味方の落ち物見れるんですよね。ボーマンダ、メガ、バクーダ、あー、なるほど、なるほど、なるほど。ただ、おそらくヤドランがこれいじめられるんで、ヤドランがいじめられると思うんだよね。ただいじめられるよな、これヤドラン。絶対これ集中攻撃されていじめられるような。で、守るでもいいんですけど、守るしたところで、結局次、ヤドランがいじめられるだけなんで、ヤドランじゃない、ヤドキングがいじめられるだけなんで、まあ、そう考えると、ここも守るメリットがほぼなくて。はいはいはい。サンダが追い風とかしてきてくれたらありがたいんですけどね。まあ、多分そんなことないだろうな。ボルトチェンジ。はいはいはい。いや、守るするべきだったか、バクーダに交代することを読むんだったら。やばいよ、これ。また。また何もできず負けちゃうよ。また足を引っ張るだけで終わるんだけど。足を引っ張るだけで終わりそうなんだけど。やばいよ。やばいよ。とりあえずウォーグルから入る意味ないんで、いや、ウォーグルから入ってイバナナで連打とかでもよかったか。そう考えるとちょっとミスったなって思いはあるけど、まあいいや、とりあえずクシード出しといて、ここで僕がやるべき行動は、あ、そっかそっかそっか、じゃれつくないの普通に忘れてたわ。あ、ね、ってことはこれあれじゃん、ギャラドス攻撃できねえからサンダー方面殴るしかない。サンダー適当に切ってくるんじゃないか。待って、これ負け。じゃれつかったらギャラの方にじゃれつくってやったろうと思ったけど、まあ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 、守る。はいはいはい。あー、やばくないこれ。いや、ここのリュウマイ結構やばいよ。熱風はまあダブルダメージだったら耐えるでしょう。
耐えるけど、いや耐えるけどだな。耐えるけど、いや待って、これ普通にきつい。とりあえず多分ギャラドスは、いやギャラは多分爆弾に攻撃してくれるはずで、サンダーがここ不意打ちを嫌う場面であってほしい。クシートの不意打ちをここサンダーが嫌う場面であってほしいって考えると、僕がやる行動は多分こうでいいはず。サンダー守る読み、ギャラドスが爆弾に攻撃する読み、冷凍パンチをギャラドスに打っていくと。爆弾引っ込めた、まあ、多分ボーマンダでしょうねこれ。うん、そうそうそう、ここまでの展開は、まあ、個人的に望んでる通りで、え飛行 Z、 いやこれクシート方面だと結構やばいんだけど、え、待って、待って、やめてやめてやめて、ボーマンダ方面になってくれ。あー、まあ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 、とりあえずボーマンダ方面。ただサンダーが何をしてるかだよね、追い風とかじゃないの。あーだよね、羽休み、羽休みっていうか、まあこれそうそう、不意打ち読みですよね。不意打ち読み、はいはい、不意打ち読み羽、とりあえず冷凍パンチを、ギャラドス方面に打っていく。ただそれでもきついと、それでもきついな。でおそらくサンダーはこのターン、クチート攻撃してくる。ここまで守ってないし、HP 管理もしっかりできた。ってなると、サンダー側がやってくることは、ここはクチートに攻撃。ただ、とりあえず守るか。うん、ここは今まで守る見せてないから、多分クチートが狙われに来るのは、ほぼ確定してる。滝登り、ああ、マンダージメガ進化しないのか。ここの竜舞結構強いんじゃないか。え、ここの竜舞反撃ののろしにならない？いやー、いやーきつい。いや、この追い風普通にだるいんだけど。え、待って、追い風。守る。いや、不意打ちこれ結構ギャラ落とせなかったら普通にだるいっていう。お、いいね、いいね、いいね、落とせる。まあ、多分10万ボルトでしょうね。熱風。いや、熱風か。熱風はまだ耐えるぞ。熱風はまだ耐える。いやーまだまだかろうじて首つながってるっていう状況だけど、完全に足を引っ張ってる男。ライボルト、どっちにしろ追い風を枯らさないことには始まらないんで、僕側はね、ここは守るをしたいけど、守るを、いやでもあれか、サントスさんからすれば熱風でいい場面だから、僕は守らざるを得ないね。ここは僕は先生、多分これバクーナバックとかじゃないの。この状況だったらとりあえずバクーダにバックしとけば、多分失敗することは絶対ないと思うんですよね。いや相手のパーティーあれでしょ、ギャラドス倒しといたらバクーダがかなり刺さらない。絶対バクーダ突破できないと思うんだけど、一旦守っといて、メザッパー、はいはいはい、あ、10万、あー、てかそっちに攻撃すんのか。あ、だったら攻撃すればよかったけど、若干もったいないかもしれましたね。で、追い風がおそらくこうラストターンなんで、いや、どうだろう、バクーダどっちに攻撃するかな。ライボルトは多分守るあるんですよね。まあ、不意打ちといてもしょっぺいダメージだから、とりあえずサンダーに不意打ちとくか。少しでも削りを入れれるようにね。ボルチェーン、はいはいはい。サンダー側殴っといてくれたらかなりありがたいんですけど、ボルトチェンジで逃げられることも想定した上でサンダー側を殴っといてくれると、お、あ、違う違う、それ熱風か、まあ、そのサンダーの熱風、バクーダが何の攻撃をしてるか。第一、あー、これはさすがにまあ怪力方面ですね。追い風が止む、ここは僕ウォーグル投げるんですけど、守るあるよな、多分格闘で。僕のオーグル守るないんですよね、スカーフだから。
なだれ打つしかねえか。ただなだれだと三段の耐久を持っていけない。なだれだと三段の耐久を持っていけない。おごうさん、オブイユスを助けてください。もごうさん、僕に僕に幸運を、僕に幸運を負けてください。レントラー、いやここ怪力守るだと思う。ブレバで突っ込まれると何かうざそうだから。守らないんかい。ちょ、ヒルメ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 、サンダーヒルメ、サンダーヒルメ、幸運、幸運を分けてくれ。幸運を、幸運を分けてくれ。何これ。あー、おもんか。あー耐えた。あもう無理ですよ。ちょっとま、いや、マヒルのは聞いてないよ、マヒル。あー、いい技持ってる。ワイドガード。じゃあ、あと頑張ってください。あとは、任せました。ダメみたいですね、これは。今回はこのような不甲斐ない結果になってしまい、僕を応援してくれた視聴者の皆様、そして何よりモコウ先生ファンの皆様、本当にすいませんでした。